静岡県道80号、熱海広人線は、静岡県熱海市下賀から、伊豆市に至る県道である。熱海市と中伊豆を直接結ぶ、唯一の県道で山伏峠を越え、静岡県道19号、伊藤広人線と交差する。熱海市側の坂は急で、伊豆の国市側の坂はゆり利用実績の少なさと経路の急峻さから、かつては自動車による通行は困難で、 近年までも大型車の通行は困難だった。下田川起点から往復に車線の道路が整備されているが、これは起点部分のごく一部を除き、ほとんどがかつては指道として整備されるものである。従来の県道は現在の経路と並行していたが、一部区間は乗用車がやっと通れる程度の境外道路であった。一方従来の指道は、 伊東線交点の立体交差が拡幅されるなど、県道のバイパス、迂回路として機能しており、当時の現地標識などでは、県道ではなく、市道を通過することが推奨されていた。しかし、カーナビゲーションなどでは県道を優先した案内が、なされ、観光客の自家用車、さらには、大型車が強小な旧県道に侵入し、通行が閉塞する事例が発生していた。 そこで、静岡県と熱海市の協議の結果、2018年4月1日付で、この区間の県道と市道を入れ替える形で相互に、移管が行われ、市道として整備された道路が正式な県道熱海、大日と線のルートとなった。2018年8月現在、公的な地理一地図など一部を除き、ほとんどのインターネット地図は移管前のままとなっている。上記以外の区間の県道も、 静岡県道19号線との交差点まで拡幅が、外省し、指導と合わせて、伊豆の国島で大型車でも通り抜けできる程度に整備された。伊豆市、柏久安。ありがとうございます。